everyone, it's Misaki. 皆さん結構やっぱりホワイトニングに興味があるみたいなの で今日もですね、このホワイトニングシートをやっていきたいと思います。こちらのホワイトニングシートはですね、ネットで日本でも購入することができますので、そちらのリンクの方も概要欄の方に載せておきます。ぜひホワイトニングで歯を白くしたいという方は概要欄の方を見てみてください。では早速やっていきたいと思います。まずこちら開けますね。開けるとですね、上の方に長いシートと下の方にこう短いシートがあるんですよね。上の長いシートの方は上の歯で、下の短いシートの方は下の歯になります。まずですね、この辺を真ん中の歯に貼り付けます。そして真ん中の歯にこう押してから、でこの歯と歯の間をちょっと爪で押しながら最後まで貼りますね。でこの残った部分は後ろにくるっと折り返します。次下の歯ですね。で下の歯も同じ要領で、まずこの真ん中のところに合わせまして、歯と歯のこの間を押しながら後ろの歯まで行って、でくるっと折り返しますね。でこのまま30分待つだけでホワイトニングは終了です。このホワイトニングをしている30分の間に、皆さんからいただいたコメントにどんどん答えていくっていうことをやっていきたいと思います。私はスポーツやっていた際に前歯の下の部分が折れてしまい、前歯の下の部分だけ詰め物のようなのをくっつけている状態です。もしこちらの商品を使用した場合は、その詰め物の部分は白くならないということでしょうか。そうですね、こちらはですね、残念ながら詰め物の部分は白くならないんですね。だからクラウンとかも一緒ですね。クラウンの部分はホワイトニングシートをつけてもそこは白くはならないんです。だから歯を白くしたいっていう場合には、まずホワイトニングで歯を明るくしますよね。でそれに合わせて詰め物の色をマッチさせる、で、クラウンの色をマッチさせるという方法が一番いいんですけれども、もうすでに詰められている詰め物とかクラウンっていうのはもう白くならないので、どうしてもね今より白くしたいというのであれば、ホワイトニングをまずする、でその後その詰め物を取って、で新しい詰め物に取り替える、その新しい詰め物をもっと白いものにですね取り替えるという方法しかありません。でその時の注意点なんですけれども、やはりその詰め物を取り替えるって言っても、その詰め物をしてる部分を、まあ、全て取る時にもう少しこう歯を削らないといけないんですよね。なので、まあ、どん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 そのナチュラルな歯がですね取り替えるたびに削られていくので、虫歯ができてないのにその詰め物を取り替えるっていうのはやっぱりね歯の健康のことを考えるとあんまりおすすめはできないですね。2週間に1回ぐらいのペースで使っても大丈夫ですか？2週間に1回ぐらいのペースで使うのは大丈夫です。これは前の動画でも言ってるんですけれども、このホワイトニングシートの箱にはですね20回分20日分入ってくるんですよね。でもそれを毎日20回やるっていうのはやっぱり歯と歯茎に悪い影響を与えると思うので、コメントの方が言っているように2週間に1回ぐらいのペースで一つ一つやっていくっていうのはいい方法じゃないかなと思います。